こんにちは、仲本慶天です。えっ、ー、と、ちょっとお客様の藤原様という方から、えー、ご依頼があって、ベルトの、えー、付け外しの時の工具はどんなのがいいだろうかというのがありまして、まあ、いろんなのがあるんですけども、まあ僕は、えー、普通のこの精密ドライバーが一番好みですね。で、えー、例えば金属ベルトであれば、この隙間に入る幅、これですね、ここの幅に入る 工具であれば、まあ、何でもいいというかマイナスドライバーででここの、えー、バレ棒の引っかかりがあるところを下げてあげればすぐ取れます入れる時も同じですね本来傷がつかないようにここラグの裏側にはセロテープとかを貼って、えー、傷をつけないようにしておくんですけども そして今度はこの幅よりももう少し幅広の例えばこのぐらい見えるかなこんな感じの方が、まあ、もうちょっと使いやすいですねでパチッと入れればこれでもうバッチリですであと金属ベルトの他に革ベルト革ベルトなんかだと、まあ、ちょっとギュッてやるとこういう隙間ができるの見えますかねちょっと実は僕 このカメラを取り付けてあって自分の視界からはなかなかちょっと見づらいんですけどもえその場合やっぱり幅広のものですねちょっと幅広のタイプの精密ドライバーをこのベルトとラグの隙間のバネ棒の引っかかりのところでギュッと下げて外しちゃいますつける時も本来はさっき言ったようにラグに テープとかをつけて傷防止をしておいてからバネ棒を引っ込めてパチッと穴に入ればバッチリです。というふうにえこのぐらいの幅これ2 3ミリ3 m m ぐらいですかねと 2mm ぐらいのものあとできればこのえーつくぼみたいなものがあればまあほぼほぼ十分ですね。 この3種類ぐらいでだからうーん普通の方はそんなに僕らみたいにしょっちゅう使うわけじゃないので100円均一でこういう精密ドライバーが5本か5本ぐらいでセットになっているものを使うと十分だと思います僕みたいにこうやって、えー、先がどうしても使っているとダメになってくるんで研ぐわけですねだからこう。本来これももうちょっっと長かったんですけどこういうふうに 長さに違いが出るようになっちゃうんですけどもあの最初ね新品は長いんでねちょっと使いにくいですね僕はこうある程度使い込んで短くなった方が使いやすいという感じですえ藤原さんもまた何かご質問あったらメールでくださいよろしくお願いします失礼します